で見つけた、ネクスト美女、紹介、坂道48グループイコノイジョイなどから昆虫目の5人、8月4日から6日にかけてお台場、大海周辺エリアにて世界最大のアイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2023、以下、TIF2023、が開催。ここでは、出演していたメンバーから、コンモデルプレスが注目するネクストアイドル5人を紹介する。日向坂46、小西香奈美。まずは、2022年秋にお披露目された日向坂46の4期生から、小西香奈実小西奈々美、18、をピックアップ。応募総数51038通の狭き問いを突破した4期生12人は、昨年9月から10月にわたり1人ずつ公開されると、SNS 上で大きな話題に。2004年10月3日生まれ18歳の小西は、4期生の初単独公演、おもてなし会、2023年2月、千葉県幕張イベントホールにて、楽曲、こんなに好きになっちゃっていいの?のセンターを担当するなど、活躍の場を広げている。今回、4期生は初の出演となったが、小西は緊張を見せることなく、堂々とした姿でパフォーマンス。無邪気な笑顔から大人の魅力漂う眼差しまで様々な表情を披露し、ひときわ存在感を放っていた。Not Equal ME、加工夏音、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ Not Equal ME からは、加工夏音、川口夏音、22を紹介。加工は、2001年7月29日生まれ。2022年には4枚目シングル、す、好きじゃない、に収録された楽曲、こちらハッピー探検隊で初センターに抜擢。パントマイム、腹話術など多くの特技を持ち、面白いキャラクターも人気だ。今回の、のステージでは、スパンコールのきらめくへそ出し衣装に、大きなリボンが印象的なポニーテール姿で登場。抜群のスタイルと爽やかな笑顔で会場を沸かせていた。AKB48 のステージで脚光を浴びたのが、2006年10月1日生まれの高校2年生徳永玲海、徳永レミ、16。徳永は2019年、鳥取県代表としてチーム8、2023年4月より活動休止に加入。レミタンの愛称で親しまれ、2022年には AKB48 の初のリアルバーチャル混合ユニット、AKB48SURREAL、AKB48、サーリアルにて、アバターセンター、SURRY に抜擢され、話題を呼んだ。のステージには、キュートなツインテール姿で登場し、楽曲、君だけにチュッ、チュッ、チュッ、レハセンターを担当。同楽曲は、2013年に AKB48 グループの研究生、当時、メンバー、小島真子、岡田奈奈、西野美希、北川里央派、渋谷なぎさ、田島メル、友永美代で結成されたユニット、テントウムチュの楽曲で、根強いファンも多い人気曲だ。予想外の選曲に会場はざわめいていたが、徳永は堂々とした姿でステージに立ち、観客を圧倒。パフォーマンス後には、大きな歓声が起こっていた。キャンディーチューン、立花琴美、体育トークで話題を集めるフルーツジッパーの妹分として、2023年3月に誕生したばかりのフレッシュな7人組アイドルグループキャンディーチューンからは、立花琴美、立花琴美、21をピックアップ。立花は渡辺美雪がプロデュースした期間限定のアイドルユニットアンジー ETF オイルレッドティーや、アンジュ、エ、フォレッタに所属するなど、約4年間のアイドル活動を経て、同グループのメンバーに抜擢。ロングヘアの大人っぽい雰囲気と、琴美語録と呼ばれる独特な言葉遣いのギャップも魅力的だ。ステージでは、10年間習っていたというモダンバレエの経験を生かしたしなやかなダンスで、圧巻のパフォーマンスを披露。すらりとしたスタイルも目を引いた。僕が見たかった青空、早咲鈴木。最後に、8月30日にファーストシングル、青空について考える。でデビューする僕が見たかった青空から、2005年3月13日生まれの早咲鈴木、早咲鈴木、咲は正式には、立つ咲、18、を紹介。僕が見たかった青空は、2023年2月に、乃木坂46公式ライバルとして発足。同年6月、応募者数35678人から選ばれたメンバー23人がお披露目され、デビューを控える中、今回、TIF のメインステージとなる、ホットステージのグランドフィナーレに登場した。
黒髪ロングの清楚な雰囲気が印象的な早咲は、ピアノやバイオリンを長年続けており、コンテストで入賞経験もある実力の持ち主。ステージでは緊張した面持ちを見せながらも弾ける笑顔で観客を魅了。今後活躍の場を広げていくことにも期待が高まっている。